はい、皆さんこんにちは。今日たまらんちんです。さあ、いつも私のチャンネルをご覧くださってありがとうございます。そして初見の皆さん、はじめまして、私はですね、京都北部福知山で金魚鑑賞店&ミニクアクアショップをやっております、京都の金魚焼き店長と申します。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、皆さん、いよいよなき子店長金魚さん日記も第10話ということで、まあ今週も張り切ってお届けさせていただくんですけどもね。はい、実はですね、まあ店長もこのね、今日金曜日なんですけども、オープニングを一からね撮り直しております。それはなんでかって言ったら、ここ最近ね、日記のこのね、き子店長金魚さん日記の動画ね、まあ最初のオープニングトークは見て長かったりとかするんで、まあ今回はもうちょっとたまにはね、さらっとね、南本編の方にスッと入ろうかなと思ってたんですけども、今日めっちゃね、店長の中ではものすごい嬉しい出来事があったんで、改めて、まあ、編集も大変ですけども、もう動画回しちゃおうかなということでね、撮っております。その嬉しい店長のちょっとしたニュースは何かと言いますと、ミニカブクショップにいるということは、そう、今年のですね、ゴールデンウィークから始めましたブリの、ね、クワガタブリの、そして今日何の気なしにお世話してて見つけちゃったぜ、てんてんてん、たまごちゃんを、うわー、やったぜはい、ということで、そうなんですよ。多分ね、もうかかってね、もう卵とかね、もう早くやったら奨励ちゃんとかできてるやろうとは思ってたんですけども、5月は初めの大春にね、かけた軍団を。なんですけど、こうやって目視で見る分にはね、全然分かれへんかったんですよ。で、今日もゼリー交換してあげよう思ってお世話してたら、こう見つけちゃったというね。はい。もそっと置いときますけども、まあまあまあね、本当にね、上手な方とかプロの方とかでしたね、もう店長いちいちそんなことで何喜んでんねやって思われる方おられると思うんですけども、いや、もう店長はね、素直に嬉しいんですよね。ランチューもね、父さんに作ってますし、子供たち育ててるんですけどね、やっぱり産卵した卵を取れたやったらね、もう毎年毎年ね、もう絶対喜びますんで、喜ぶんですよ。めっちゃ嬉しくて。やっぱ生き物っていう都合上ね、そう、やっぱりこう、確実いうもんはなかなか難しいですから、やっぱその一瞬、その瞬間いうのはめちゃくちゃ大切で、もうその瞬間いうのは、その今のこの卵があって、この瞬間が大事なんですよ。で、その感動と喜びで店長はもう爆発して、で、こういう風に撮影してるんですけどもね。ということで、めちゃくちゃ楽しみにしてたのせ SR の卵ちゃんが確認できたというニュースをお伝えしました。まあまあね、今からこっからがですね、キコ店長金魚屋さん日記の本編ありますしね、本編の中もちょっとしたニュースありますので、ぜひぜひ楽しんでください。それではキコ店長金魚屋さん日記第10話スタート。はい、本日5月21日月曜日。さあ、今週もね、張り切って動画を撮っていきたいと思います。はい、それではね、自家産卵中強化時からね、今週の営業がスタートしたいと思います。今日もですね、まあ、もうこれいつものね、同じ話なんですけども、お水替えきれいにしてあげまして、そしてですね、お団子ちゃんあげております。秘密のお団子ですね。もう今日もですね、もう散々食べて、そして赤虫もですね、しっかり食べてる、もうこのお団子の食べ方すごいですね。というかね、もう魚もむっちりしてね、とっても可愛らしいですね。ねえ、もうみんなお腹が空いて。まあ、健康な証拠ですよね。お腹ね、空いてないとか、なんかじっとしてる言ったらね、もう一大事ですから、まあ、いつもお話なんですけども、とにかくね、前回の動画でもお話しましたけども、こうやってね、しっかりご飯食べて、しっかりね、泳いでてする魚をですね、まあ、皆さんぜひぜひね、見て、そちらをね、魚選びするときは、まあ、こういう魚を、まあ、選んでいただけたらなと思っております。ということで、自家産卵中、今日コマちゃんたちでございました。明日は大乳場で、撮影の方、していきたいと思います。ということで、今日の記録は以上になります。それでは皆さん、また明日。
はい、本日5月23日火曜日、さあ今日も大入場からお届けしたいと思います。さあそれではね、店長のちょっといつもナイアガラトークはその辺にピューンと置いといて、四角四面の池の中くるくる遊ぶランチューたち、それでは京都丹波ランチュー園恒例名物行ってみましょう。ランチューの花お団子ポトンとみんなでわっしゃか行きますよ。ポトーン、でん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 、うおー、来て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 ますよー。ほらほら、遠い子も急いでパパパパピシピシピシとして、ほら、ランチューの花が咲いておりますー。ぐおさあ皆さん、京都丹波ランチュー名物特と楽しんでいただけましたでしょうか。これね、本当 YouTube で私も何気なく始めたね、このランチューの花のシーンなんですけども、こうお客さんが結構ですね、ご来店いただいて、私が何気なしにね、餌ポトッと落ちてブワー来た時に皆さん喜んでくれはるんですよ。いや、ほんまにこんなん何や言うてね、手叩いてマジで喜んでくれはりますんで、まあこれはね、京都丹波ランチュー名物ね、としてまあこれからもやっていこうかなと思っております。はい、さあ今日はですね、まあちょっと動画短いですけども、お客様からリクエストをね、いただいておりました、このランチューの花、はい、工場も兼ねてちょっとね、ご紹介させていただきましたね。やっぱ元気な魚ね、もうめちゃくちゃご飯食べてこうやってブラーなってんのはもう見てて気持ちがいいですね。はい、ということでね、今日も元気な京子ちゃんをお届けできました。そしてね、明日はね、ちょこっとニュースありますので、またよろしくお願いいたします。それでは、また明日。はい、本日5月24日水曜日。さあ、今日はですね、昨日予告しておりましたニュースをお伝えしたいと思います。さあね、今回もですね、まあもう皆さんね、この魚卵と書いてある箱を見てもうピンときた方おられるんじゃないでしょうか。はい、今週はですね、まあちょっと初めの方に言いました、この千葉の両血統群団ね、大きさが今ね、だいたい 1.8 センチぐらいの青子ちゃんなんですけども、この子たちの次がやってまいりました。はい、それじゃあね、早速ね、もう卵ちゃん届きましてね、開封していこうと思うんですけどね、ゆっくりこう、うわーこんな感じって言いたかったんですけども、あまりにもちょっと今日ええ天気すぎてですね、お兄さんがちょっと心配なんで、もうささっとね、こちらの池用意してありますので、ちょっとそっち映してあげたいと思います。それではですね、まあ、この子たち用意しました、こちらのね、まあ、お家なんですけども、いつもですね、まあ、第二養魚場の池に、水温が25度、そして、水量が170リッター、ほんで、塩は 0.02% という形になっております。そしてね、こちら真ん中にですね、まあ、一つ、はい、ストーン、これね、いぶきのものが入っておりまして、よいしょ。で、ヒーターですね、100ワットテトラさんの、ヒーターが入っております。それでは行くぞ、ここは景気よくオープン。グリグリでございます。はい、厳重なグリグリテープありがとうございました。それじゃあね、行きましょうか。もう今日は曇りとか雨やったよかったな。そっとね、そっと勢い余ってバカ開けんようにね。さあ皆さん、行くよ行くよ行くよ、オープン。リラリラリー、まあいらっしゃい。はい、こんな感じでさっき卵ちゃんが包まれております。それではね、卵ちゃんの方ですね、こちらの方に、入れてあげたいと思います。まあもうちょっとね、お天気もいいですし、パパッと行きたいと思います。じゃあね、ちょっと蓋開けて、はい、こんな感じで卵ちゃんが入ってますね。酸素入って、でゴム取って、はい、
蓋開けまして、それじゃあね、こういうねちょっと布のようなものに卵ちゃんが巻いてありますんで取り出して、はい、もうちょっとこのままドボーンと、ボコボコ、よいしょ、おお、もう卵がポロポロと、よいしょ、うわー、よーけ卵ついてるわ、うわ、すーすがまじい数。はい、じゃあどんどん布の木で取っていって、よいしょよいしょよいしょ、はい、そしてね、これではね色素が動きますので押さえたいと思います。よいしょ、うちはですね、まあこういうものを使って、あの、よいしょ、四隅をね卵ね潰さんようにね、ちなみに中身は店長が美味しくいただきましたよいしょ、卵おらんな、卵おらんと、よっこらしょっと、よいしょー、そしてですよ、でね、早速ねすぐ遮光の方もしてあげましょう。それじゃあね、ゆっくり見たいですけど、ちょっとねもう天気がいいんで蓋して、出してオンに冷えんようにしてあげて、次ですね、卵ちゃんはねもう絶対に遮光しましょう。ほらね眩しいからとか言うてね泳げませんので、ね、火がガンガン当たると良くないんでね、よいしょよいしょよいしょ、もうバッチリ、もうバッチリ、もう火入らんようにして、でこのまんまではね新聞がこう風が来たらビヤー飛んでってえらいことになるんで、その上からもう一丁、はい、すだれね、よしずしてあげて、よいしょよいしょ、店長急げ急げ、よいしょ、よっしゃー、はい、店長ねちょっとほっと今しましたね、緊張しておりましてね、まあまあここにしましてね、あとはもう帰るのを待つだけとなっておりまして、で、卵の数ね先ほどちらっと、見えたと思うんですけども、聞いたところね、まあ、7000、8000ぐらいということですね。はい、また帰るのが楽しみです。はい、さっきからね、まあ、言ってますけども、私なりに気をつけているポイントがですね、まあ、とにかく卵ちゃんにもう火を当てない、まあ、すぐ遮光してあげるっていうことをね、まあ、やっております。まあね、私はまあこういうふうにね遮光してやらなあかんっていう、そう言ってや、まあ、今までの経験上そうやと思いますしね、いやいやもうそんなもん卵なんてみんなもう千里もどうもないいう方はね、あのぜひそちらのお話を聞いていただいたらと思います。店長はあくまでも遮光します、はい、さあ今日のお話はですね、千葉から再び最高級血統卵ちゃんが届いたというお話でございました。またこの子たちがですね20日ぐらい経つとこんな感じになりますんでね、はい、また頑張ってお世話の方やっていきたいと思います。それでは皆さんまた明日。はい、本日5月25日木曜日、さあ今日も張り切ってね魚たちを撮っていきましょう。さて今日はですね、昨日ね連れて帰ってきました、バンバカバーン、くまモン軍団をですね、まあちょっとさっとね、見ていきましょう。
魚の感じですけども、まあちょっと私がね、来年タイに使いたいなとかっていうようなね、子たちとか、そういうのが、ね、おりまして、まあ楽しみにしております。そしてね、まあ魚たち元気にしておりましてね、はい。でまあちょっとね、サイズの、ちょっとね、大きい子や可愛らしい子おるんですけど、この子たちね、生まれがちょっとね違う子たちが入っておりまして、でも、もうね、なんて言ったら、お客様にお分けする分はもう今どんどんね、店頭で販売しておりまして、でちょっとね、こう良さげな感じの子たちはこんな風にちょっと一息まとめて、またね強化合宿しようかなとかって思っておる次第でございます。はい。でね、まあ今はまだああやってね、ちょっと止めたストーンとかをねかじりに行ってるんで、ちょっとあれなんですけども、お団子ちゃんをですね、まあせっせい食べて、で1日にね、1回の必ず赤虫をかけるようにしてあげておりしてあげております。はい、大事なところかみますね。絶好調でございます。またですね、子猫たちが、まあ、どんな感じになっていくかっていうのをですね、引き続きまたね、日記の方でお伝えしていこうと思います。皆さん楽しみにしていてくださいね。はい、ということで、明日はまたね第二養生で撮影となりますし、子猫たちはですね、もう最後お団子ね、まあ、お腹減ってうろうろしてますし、あげて、休ませたいと思います。ということで、今日はですね、昨日、本店にやってきてくれた、くまもんちゃん軍団でございました。はい、ということで、今日の記録は以上になります。それでは皆さん、また明日。はい、本日5月26日金曜日、さあ本日も第二養生からお届けします。とまあめちゃくちゃ気合が入りましたが、皆さんちょっと千葉軍団が帰りましたよ。見てやってください、この子たちよ。さあそれではね、この蓋の下におりますんで見ていきましょうか。今日はね、室温の方も25度ありますんで、急いで締めなあかんいうこともないんでね、ちゃんと見ていきましょう。よいしょ、待てびっくりしたように、よいしょ、ルーナー、どうですか、またこれ息一面に綺麗に帰りましたよ。いや、これはね思ってますけど、最初に来たね千葉軍団がたまえんじゃなくて、やっぱりこのね子たちを取り張った方が超一流やからこそ、この2番ね2回目に来てくれた子たちもこの帰りようでしょ。ほら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 、はい、ちょっとねエア止めてみました。ほらまた綺麗に帰ってみて、ほらほら、前ねお話しましたけども、帰ってねちょっとビヨヨンとなった子とかも、ほんまこうパッと見は私見えへんのですけどね、わー、なんかもうハリコちゃんって言ったらまだあれやけど、ケゴですけども、もうハリハリしてますそしてですね、このね生まれて間もないね、ケゴちゃんが1ヶ月経つと、じゃじゃーん、こうなりますよね。こちらいつもね映している名血統千葉軍団でございます。いやもうね、もうニコニコが止まらないですよ。1ヶ月経ったらこんなねレベルの高い青子ちゃんたちが、この一息とちゃうんですよ。ここにもね、ここにも今ご飯食べておりますけども、ここにも、そしてこっちにもおるんですよ。ハイグレードデリシャス青子ちゃんたちが、もう大好きなシュリンプをめっちゃくちゃ食べて、いやでも
もう皆さんも楽しみじゃないですか、この子たちがまたこういう風になるっていうのがね、うわワクワクたまらんそしてですね、今日はねもう一つニュースがあるんですけども、このね大名寺におりました、自家産卵中京子ちゃんたちをですね、まあ、本店に連れて行きたいと思います。もう十分販売できるサイズになりましたし、もう選手の動画でもねお見せしました、あのうわーなってご飯食べてるあの子たちでございます。さて、どんな良さげな子がいるかな、ちょっと開けていきましょう。まあ今日もご飯いっぱい食べてムチムチほらもうこっちまたやっていてくれて、店長ミシアンまだか言って来てくれてますよ。もう絶好調やね。いやー今ちょっとねお魚ちょっと見てたんですけども、なかなかちょっと良さげな子がおるんで、あの今連れて帰りますって私に言いましたけども、あともうちょっとねここであの育成かけていいと思います。主にちょっと気に入った子がポロポロどころじゃないんで、張り切って大きくします。もうちょっと頑張って大きくしてから皆さんのにお披露目したいと思います。ごめんねまあね、あのランチやってたらね、あのこういう時はあるんでしょう。パッとこう蓋開けてね見た時に、あやっぱちょっとあれやなってね気が変わる時あるんでしょう。ほんまにマジでですからちゃんとね子供たちも販売しますけど、今これじゃないいうだけでございますからね、ご安心ください。はい、ということで今日はね本当に、綺麗に無事に帰った千葉軍団2号たちと、そして良さげな子がもうちょっとウハウハの池を見て、店長も上機嫌なところで、今日の記録は以上になります。それでは皆さんまた明日、楽しい。はい、本日5月27日土曜日、さあ今日もありきて日記を撮っていきたいと思います。さあさてね、もう気合も十分でね、いつもでしたらここでランチの話ドーンと行くんですけども、今日はちょっと待ってください。もうめちゃくちゃ嬉しいことがね、出来事がありましたんで、ちょっと聞いてやってくださいよ。そのですね、もうめちゃくちゃ嬉しかった出来事が、なんと今日ご来店いただいたお客様が九州福岡県からですね、はるばるこの京都丹波ランチに来てくださったんですよ。もうめっちゃ嬉しすぎます。いやもうほんまにね、あのご来店いただくっていうお話はですね、あの数週間前からちょっとお電話いただいててんで、まあそのつもりでおったんですけども、まさかですよ、あの観光福知山観光の自転車乗ってこられて、お二人でほんでガラッとねやっ来られたら、福岡県から来ましたって、最初私と思ったでしょ。どこから来られるって全然聞いてなかったんで、ね、すみません、もう一回どちらからって、福岡県です、どしゃーってね、もう朝一からですね、もうめちゃくちゃびっくりと、もう嬉しさ、もうテンション爆上がり店長になっておりました。そしてね、これまた素敵なお話まであるんですよ。今日来られた方ね、ご夫婦なんですけども、もう仲良しなんでね、ほんで話をしていたらですね、なんと結婚12周年記念の旅行に、それでね京都丹波ランチがある京都を選んでくださったという、もうなんて素敵なエピソード付きなんだろうと思ってね、もう私もう心がもうキャピキャピ、もう喜んで喜んでしましたよ本当に。最近ね、もう世の中こう殺伐とした感じでね、ギシギシしてる中ですね、まあそんな素敵なご夫婦の、まあね、幸せをですね、ちょっとお裾分けしていただいて本当にありがとうございます。そしてですね、またね、福岡県からご来店いただいただけでも十分嬉しいのに、お土産まで店長どうぞ言ってねくださったんですよ。じゃあちょっとね、どんなお土産か見ていきましょう。まずは一つ目いくぞ。来るぞ来るぞ。ババーン。はい、
こちらですね、チロリアンコーヒームガ、チロルチョコかける千鳥屋さんのコラボ商品のチョコレート菓子ですね。はい、そちらをいただいております。いや、今ちょっとじーっとね内容見とったんですけど、見てください、製造元千鳥屋さん福岡県と書いてあるんです。さあ、福岡のねお菓子でございますよ。そしてもう一ついきましょう。そしてこちらもじゃじゃーん、チロルチョコだー。これさっきね気になって言いとったんですけど、チロルチョコってね、あの福岡県に本社があるんですね。福岡県の名物とは全然知らなかったです。勉強になりました。チロルチョコ福岡やでー。そしてあつやくれた、じゃじゃーん、博多の人。はい、こちら洋菓子の詰め合わせということでですね、後ろ見てください、なんと博多の人、博多の人のお菓子ですかね。美味しそうじゃないですか。甘おミルク味、ね、抹茶味、蜂蜜レモン味と、もうまたこれもう立派な箱だ。ありがとうございます。いやー、もう本当にね、永遠とはるばるもう今日タバランチお越しいただいて本当にありがとうございました。そしてですね、私もですね、まあ、ちょっと、九州にですね、もう縁もゆかりもないんか言うたらですね、そうじゃないんですよ。これはね、もう店長も初めてねお話しするんですけども、私のおじいちゃんなんですけども、おじいちゃんがですね、九州長崎のね、出身なんですよ。そして長崎にですね、お家もあるんです。あの新幹線もだもうほんま近所までね線路できてって言ってね、今はちょっと空き家になってしまってね、今なかなか遠すぎて行けませんけども、あのそういうお話があるんですよ。そのね、お家もですね、おまの長崎駅のもうほんまめっちゃ近所なんですよね。はい、なんでね、もう九州のお客様って言ったらね、すごくあのこう身近な感じがしてね、お会いできたりお話しいただいたらね、すっごい嬉しいですよ。そしてね、ご来店いただいたお客様ね、金魚のお話はもちろん、やっぱ福岡でソフトバンクを応援されているということでね、野球の話にもね、盛り上がって、本当に楽しい時間をありがとうございました。それじゃあね、また、皆さんに楽しんでいただける今日タンバランチになれるよう、どんどん頑張ってね、やっていきたいと思います。もう魚たちもすぐすぐね育っておりますし、はい、それではね、今日のお話はここまで。では皆さん、また明日。はい、本日5月28日日曜日、さあ今日は待ちに待った千葉軍団の大きさを見ていきたいと思います。さて、千葉軍団ね、こちらに、スケジュール予定が書いてあってね、ちょうど、この前言うとったんですけども、4月28日生まれね、そして目標が5月27日土曜日、30日、綺麗に立ちまして、で大きさね、2センチ以上目標にしてやってきました。でね、今日でほんま綺麗に一回立ちましたんでね、もう大きさ、もう行きますよ行きますよ行きますよ。それじゃあね、魚早速見るんですけども、この必殺店長大好き100円屋さんボールですね、これやらせなしで行きますよ。大きいのだけそこら辺で、あ、これ大きい、あっちがいいって言って連れてきたん、はい、どうぞ、ご会長ではいけません。ここでモランダムにカボットで救いますんで、行きますよ行きますよ、もうノーカットノーカット行きまーす。よっこいせー、どうは、うわ、なんかええのおるやん。はい、それじゃあね、こちらの三角定規で搭載はかりちゃんを、ね、使ってですね、ちょっと見ていきたいと思います。どの子にしようかね、ここちょっとごめんよ、よっこらしょっと、あー、ちょっと明らしてね、お邪魔します、さよしましょうね、こういう時はね、よいしょ、はい、魚、2.4、だいたい約 2.4 でございます、ありがとうこういうのをやってるとドキドキするんで、剥がしてあげなあかん思うんでね、でもね、ちょっともう1匹ぐらいね、ちょっと魚見ましょうか、どこにしようかな、はいはい、カモンカモン、おっ、こらショット、よいしょ、
よっこらせ、元気いっぱい。はい、こちらも 2.3 ですね。はい、バッチリ。そしてね、もう今ね見ていただいた子たちもですけども、ざっとねこうみんなここら辺兄弟みんなおるんですけども、見てみて大きい子でも 2.5 センチ、そしてここちょっと可愛らしいな有効でもだいたい 2.2 センチのサイズになっております。いやもう店長ね今一番思ってるのはね、はあ、やれやれ言うた割にできてへんかったらえらいこっちゃなと思ったんですけどね、こうやって紙まで貼ってね、だいぶこの頃は来てちょっとましてかこれ貼ったんちゃいますかね。もう有言実行できてよかったですよ、ドキドキしたまあねこうやってね魚も調子をしてくれていっぱいご飯食べてくれてね、まあもう一番やっぱねランチューラーが元気にね育ってくれてるということで、感謝でございます。はい、それじゃあ皆さんお疲れ様でした。はい、お疲れ。ほい。はい、それではですね、まあ、今日はですね、千葉軍団が、まあ、生まれて1ヶ月、目標にしていた2センチが超えれるかどうか身体測定した、お話でございました。さあさて、また次の1ヶ月も頑張ろうということで、今日の記録は以上になります。それでは皆さんまた明日。はい、皆さんいかがだったでしょうか。はい、今週もですね、もう本店の方も第4号の方もですね、もうめちゃめちゃ絶好調でね、本当にランチューちゃんたちね元気に育っております。そして、今週ね動画でお届けしましたけども、ニュースということで、千葉軍団名血統合第2弾がですね届きまして、今日もね先ほど第2号場行ってきて様子見てきましてね、もう本当にねもうすくすくめちゃくちゃ順調にね大きくなってるんですよ。そう、大きくなるスピードとかっていうのもねまたこれすごくてですね、まあ、季節の影もあるとは思うんですけれども、すごいもうパワーを感じるような、もうパワーを見せつけられているような感じのすごい魚たちやなと思っております。はい、本当にねまあまあ自分のね強行犯ちゃんたちは負けておりませんけども、千葉軍団たちね本当にもうこれからどうなるのか、本当に店長がね目指していた絵の通りにね、子たちがなるかっていうのはほんまに楽しみでございます。はい、またですね、来週も、皆さんに、ランチューちゃんたちのですね成長の、過程をお届けできたらなと思っております。はい、それではこの動画が良かったらグッドボタンを、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録したけどめっちゃ嬉しいです。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。また見てね、バイバーイ。来週はミニカフショップに新しい仲間が、新しい